人吉水害水没仏壇リフォーム RKK 熊本放送さん取材いただきました。ありがとうございます。令和の名人匠、大坂四兄弟親方、きれいに復元リフォームいたします。金箔やついてもはげない国産仏壇、人吉熊八代足北仏壇支援隊隊長長長田。 後期でございます。えー、今ですね、朝6時17分。風が結構強いですね。ガタガタ行っております。17度でございます。はい。まあ、それはともかくといたしまして、昨日ですね、よま浜見せていただきました。あ、まずはですね、先にですね、あの、ある経け熊本放送取材ありがとうございます。実はですね、大阪までですね、お仏壇のリフォームのを持っていきました。で、あの、人吉でですね、水害で使ったお仏壇でございます。中見てください。ほら。 こんな泥だらけになにってるんです、ね、お客様からですねこれきれいに復元できますかというご質問がございましてですねああ分かりましたじゃいっぺん持って預かって持っていきましょうということで,で持っていっていただいてあの大坂4兄弟様に見ていただいてでもう OK ってことでですねでお客様からも OK って形ですねでその模様をですね えこうやってですね、RKK 熊本放送様が取材いただいておりました、誠にありがとうございます、僕、これよりお礼を申し上げますあの、N ディレクター様がですね、私のブログを見て、ああ、こんなに使った仏壇、水害仏壇も修理できるんですかということで、ですね、ご連絡いただきました、誠にありがとうございます、でですね、昨日早速、持っていきましてですね、でまあ、すごかったんですよ、ね、あまあ、こういう感じですね。 これひどいでしょまあやっぱ実際ひどいですね。でやっぱもう、やっぱ全部分解。もう大,大坂4兄でおっしゃってらっしゃいましたね。親方。あの、全部分解しますと。でですね、一応テレビが来てらっしゃるから分解してあげましょうかね。とですね、テレビの前で分解。これが早かった早かった。私も見とって、早かなーって。もうテレビ局の方も喜んでらっしゃいました。 まんま、た、ま、慣れてらっしゃるというかですね、私がしたら1日かるなと思いましたね。パパ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 って、もう、20分、15分ぐらいで、パパパパパパって、もう分解だったですね。やっぱおっしゃってらっしゃいました。我々は組み立てしてるから分解もできるんだよ。頭の中に設計図が入ってるから。はぁ、もうおっしゃる通りでございます。まあそういう形でですね、で、いっぺん分解していただいて、あ、これ大丈夫だよと。だが半分ぐらい使えないから、使えないところを新しく作って、で、それからもうもう一遍、 漆金箔も全部剥いでですね、新しく漆金箔、蒔絵、金具も全部新品にして、全く新品に戻るよって、100年、50年、もう100年使える、100年リフォームができるよと、もう太鼓判を押していただきました、誠にありがとうございます。まあ、こちらにですね、見ていただくと、これ見えますかね、あちょっとこちらかな、もうちょっとこっちかな、こっちかな、こういう感じでですね、こっちがビフォーですね、こっちがアスターですね、もうこういう形でですね、見事に、こっちが、もちろん分かりやすいかな。はい こういう感じですね。これがですね、リフォー r e a f t 見事ですね。まあ、こういう形でですね、綺麗に復元ができます。でですね、これはもちろん当店のパンフレットでございますけどもですね、まあ、こういう形で大坂4兄弟様がですね、まず生地の段階から分解ですね、分解、それと塗りですね。そうすると、こちらがもう金箔をまた新たにして、でこちらがあの金具類も全部調達してから、組み立てですね、最後巻、き 女性巻絵師がでですすね、丁寧の、これまで上手なんですよ。はいまあ、そういう形でですねもう見事に復元できますのでで、その模様をですね昨日、RKK 熊本放送様がですねもう取材いただいてですねもう本当にありがとうございますもうこれ仏壇って復元リフォームができるんですよですからそういうことをですね世の中にですねもう広めていただいて本当にありがたいですやはりですね 今あるお仏壇って実は9割かな、もう中国製なんですよ。中国、まあ、ベトナムでも作ります。 で金仏壇あの、こういう仏壇でもそうですね、あのおしゃれな拡張仏壇ももちろんそうなんですけどであの、まあ、ほとんど外国製が多いです、ただ、ですね、昔の仏壇というのは日本製が多いんですよで、日本製のですね、こういういい仏壇はです、ね、でもうこれは私は思うです、やっぱりです、ね、リフォームしてから、ですね、もう新しくお釜で十分価値があると思いますので、ですね、当店、これやっております、ですからこれ取材いただいて、本当にありがたいですね、それとですね、令和の匠、大坂四兄弟様、素晴らしき職人さんです。 私はですね、日本一、世界一の職人さんだと思っております。ですからですね、自信を持ってお勧めいたします。はい。ま、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。あ、そうやった。すいません、すいません。ちょっと長くなりましたけどね。ごめんなさい、ごめんなさい。せっかく書きましたので、最後にですね。はい。えー、熊本放送さん、一日取材ありがとうございます。人吉豪被災者仏壇リフォームですね。取材いただきました。完全水没仏壇も復元リフォームできます。 えー、鹿児島の大坂4兄弟様の訪問のあとロケですね訪問ロケ昨日一日終わりました、はいえー、N ディレクター様心より感謝ブログを見ていただいて本当にありがとうございます、えー、国産仏壇の PR それとですね日本の、まあ、国産仏壇というよりですね日本の仏壇の素晴らしさを仏壇、えー、職人様のですね素晴らしさを PR していただいてありがとうございます、えー、通算大臣認定100年リフォームの匠 名工大坂四兄弟様。えー、我々ですね、もうこの素晴らしい職人様と一緒にですね、歩んでいきたいと思いますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。あの、ご連絡いただければですね、こちらのですね、あのパンフレット送りいた、送らせていただきます。すいません、ロレッツが回っておりませんけどですね、はい、送らせていただいております。で、こうやってたくさんお客様からですね、お喜びの声いただいております。で、訪問してですね、まず無料を、 見積もりいたしますので、よろしくお願い申し上げます。はい。では、ここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運は天、お祈り申し上げます。